こんにちは、ドリーチャンネルのマミです。はい、今日はですね、若干緊張しております。いつも私緊張しないんですけども、今日はですね、すごく特別な日で、実はですね、今シンシナティの FC シンシナティのチームに所属されています、久保選手がですね、なんと日本人のお子さんたちを対象にサッカーを教えてくれるというね、素敵な日だったので、ちょっとね、私の息子ちゃんもサッカーするので、今日はね、来ましたということで、ちょっとね、後の方でね、おしゃべりとかもできたら嬉しいなと思うんですけれども、すごく楽しみです。それでは行きましょう、レッツプレイサッカー。今久保選手が来られました。すごい、生久保選手です。私は一度ね、試合をね、見に行ったことがあるんですけれども、すごいかっこいいですね。すごい貫禄がありますね。今は、一番小さい学年のお子さんたちと一緒にサッカーの練習をしてくださっています。はい、こちらは今小学生の低学年のクラスになります。すごいたくさんの子どもたちがね、今日ねサッカーやるの初めてっていうねお子さんもいるんですけど、こんなねプロのサッカー選手と一緒にできたらすごく興味があってね、サッカーやりたいっていう子もね出てくると思うので、すごくいい経験をさせていただいてると思います。ありがたいです。楽しそうですね。はい、こちらは、小学校の高学年の、チームになります。おみたち、おー、技出ましたね。はい、次は最後の、最高学年ですね、中高生の部の方に、久保選手がね今から来られます。よろしくお願いします。Thank you.
頑張って、キーパー。子供たちに、ね、丁寧に、ね、サッカー楽しく教えてくださって本当にありがとうございました。私もね、ちゃっかりサインボールいただきました。はい、ということでね、こちらのね、YouTube チャンネルもね、久保選手に宣伝しちゃいましたので見てくださると嬉しいなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ダディチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。